エヌラジ。はい、ということでね、ちょっとエヌラジオ、すごい入り方やばどこ使う今ので、何も考えてない。そしたらね、はい、スイッチもまだ入れてないねへえ、ボイヤンとか言いよったけど、この人あんな黒って300色あんねん白より多いやんいやでもそうらしいらしい、そうなんだ、さん言うには。そうなんだ、あのちゃんがでもさすがに黒は一色ですよね黒ってな300色あんねん、いい質問するって言われてた。そうそう、あの入りめっちゃ好きいい質問しろ、入り感みたいよということで第15回ちょっとニューラジオ始めていきたいんですけども、はいはい、はい、今日はねちょっと考えてきてないんだよね考えてきて考えてきてないんだよね。分かった、ちょ一個言いたい。はいはいはい、俺さ、うん、あのエヌラジオ見てて思ったのね。はいはい、はい、俺が邪魔しすぎてるんですよあれ今気づいた、あれ、いやこんなに邪魔してるのかと、そうとうか思っちゃったよね。いやでも根津さんがいなきゃ成り立たないんだよね、 エヌラジ って。そうなんだよ、あ実は、実はっていうか、そう成り立たないのよ今ね、完成されつつある エヌラジが、N ラジの形が、あれ全然いいですか、はい、あの形でもう8割方完成していると言っても過言ではないですね。なるほどね、もっとあのおしゃれにした方がいいとかあったら別におしゃれにするけど、おしゃれはなんかね理想的なあれだけど、 N ラジはねあの形でいいと思うんだよね。じゃあ一回おしゃれなやつやってみよう、一回おしゃれな感じでやってみるか、じゃあ一回試しにやってみようよ。オッケー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 、 N ラジ、さあ今夜もやってまいりました、ちょっとニューラジオ。今夜はですね、すごくおしゃれなジャズが聞こえる、なんだかおしゃれなジャズが聞こえてきます、ね、いや拾わなくていいよ、拾わなくていいよそれ。カナリア、カナリア、カナリアの声がやめた方がいいかも、チュン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 、ほら耳を澄ましてごらん、あそこにカナリアがいるよあ、ほら、歌ってでもなんだかクリスマスな気分になってきちゃうね。ここで一曲、情熱大陸。ここが私のアナザースカイ。いろいろ違うな。おしゃれ。これおしゃれかな。どうだった。おしゃれじゃないっていうか、いや、イー君のファインプレーかな、いろいろと。なるほどね。言ってた今。でも、ね、ニュアンスはいい感じでしょ。ああ、ああいう感じが、ああいう感じでいくか、じゃあ。なるほどね。もう一回やっとくじゃあ。もう一回やっとくか、じゃあ。N らしい。さあ、今夜もやった場合にましたよ。テスコの部屋。ただ。今日の紹介するのは現れたな、テツコ日本の言葉だんだん全部で便利です。さあ、あの最近すごいですね、本当あの情勢の方が寒くなってまいりましたね。情勢寒くなれてない冷静なこといやすごい、本当あの日本頑張ってますね今、すごいすごいんですよ日本が、頑張れ日本と言ったらこれでしょうか、これ言えばいいと思う負けるな、一本というところで今夜おしゃれにですね、パスタを作っていこうと思います。あれ料理番組まずはペッパーチーズみたいな、ペッパーチーズないな、これはチーズ、あ、粉チーズなんですか、これ粉チーズっていうの、これ粉チーズをですね、まずあの上に巻きます。上にあの、あ、これパスタ、え、この短さでパスタって言うんですか、へえ、こんなパスタもあるんですか、あの
茹でます。軽く5時間ですかね。長い長い。溶ける。あ、こちらが、あ、20分でいいですか。ぐた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 。あ、で、これを、あの、茹でたものを。ということなんですけども。机に巻きます。ということなんですけれども。はい。完成した、あの、カツ丼がこちら。カツ丼作ったね。はい。ということでね、ちょっとニオラジオ第15回始めていきたいんですけれども、まあ、我々におしゃれなラジオはできないという結論でいいんじゃないかな。おしゃれだったけどね。ネズミにおしゃれなラジオは無理っていうのが正解かも。でもなんか、みんなやらねえしさ、おしゃれな感じで。俺が例えば一人でさ、うん、おしゃれ先走っちゃってるわけじゃん。はい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 。お前らついてこれんのかって。流行の先端行ってると思ってる。お前らついてこれるのかって頑張れ日本。ついてこれるのかなって思うところよね。誰だよ。思うところよね。はい。はい、行きましょう。はい。無理ある。無理あるか。ちょっと無理あるか。じゃあ今日のトークテーマはあれにしよう。ラジオの方向性。え？解散するやつじゃん。終わった終わった。方向性解散解散。最終的に方向性の違いで解散するか。解散です。まあ、質問はね、質問できてるんよ、今日2つ。おお、やったやった。新キャラから。新キャラ？キャラとか、なんじゃもんじゃみたいな。名前覚えとった方がいいかな。覚えとらな、最後に出てくんだよ。この人の名前は何って言われる。何色の何って言われる。大玉のブランチいいんだよ。ちょっと匂うラジオ。最近見たさ、はいはい、アニメとかある。最近見たアニメ。アニメか。アニメ。アニメ見んもん。そうね。アニメじゃないけど、漫画ブルーロックね、マジ熱い。おブルーロックは接戦は、ね、アニメ勢なんで。ネズさん結構アニメ見るよね、意外と。確かに、うん。あ、でも俺あれ見てたよ。サマータイムレンダーアニメで見てた。あ、あれも漫画でしか見てないな。漫画で見てないっす。好きだったからアニメで見た。見ろ。見ろ。ネズさんは何か見たの最近。最近は、リコリコ見た。出たー。何リコリコって。リコリスリコイルでしょ。うん。ココリコみたいな感じ田中ですほほいほほほいじゃない何系のアニメなん？なんかすごい人気なのね、うんうん、あれじゃん、あれ有名じゃん、魚みたいなやつ、あ、そうそう、あ、はいはいはい、チンアナコってやつね、それなんか見たことあるわ、もう内容と一切関係ない部分、あ、関係ないんだ、ね、あれは、はい、なんかそのなんていうんだ、世界の平和、はいはい、の秩序を守るために、はい、作られた秘密結社みたいのがあって、はいはいはい、だからもう犯罪を犯す前にその人を消しちゃうみたいな、そうで、それをしてるのがその女の子みたいな、制服を着た女の子、うん、へ、一番そのなんていうの、警戒心が少なかったりするじゃん、そういう子だったら、うんうん、他の人が見ても倍的な、そう、なんか身を隠せるみたいなね、なるほどね、で犯罪が起こる前に全てを解決しちゃって、その他の国からの、その日本の治安維持ナンバーワンみたいな、うちの国すげえんだぜってそう言ってるんだけど、その何でも何でも隠蔽してるわけじゃん、はい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 、それ許せない団体もいるわけじゃん、はあ、そこと対峙するっていう話なんだ、そこが敵キャラじゃないけど敵のあれになるわけだ、そう、敵は敵で、それを己は自分が正しいと思いながらやったりとか、はいはい、結構バトル寄りな、そうそう、結構バトル寄りだし、なんか涙ありだし、熱い部分あるっすか、熱い部分ありますね、 あと少しちょっとエロも入ってくるんで、あ、もうぜひね見ていただきたい、そこポイント高いですね、
そうなんですよ、女の子ばっかり出てくるんでね、いろいろムカつく部分もあるとは思うんだけどね。なんでそう、うまくいかんって思うとこはけどね、そこが面白いんでね、ぜひ13話まであるんで見ていただきたいですね。おお、魚とかチンアナゴはあれ何話ぐらいな、あれはでも半分ぐらいかな本当。あれもいいんですよ、あのあそこに行くまでの話がとてもネタバレになるんで言わないんですけどね、見てください、ね、まだ見てない人はね、アニメは見ないもんな2人は。そうね、なんか漫画で済ましちゃうな、妹が結構アニメいるんだけどさ。あ、そうなんだ。そう、俺はあんま見ないね。なんか俺でも去年の年末ぐらいはね、あれを見てたよ、久々にあのとあるを見てたよ、とある。ああ、夏ね、夏いね。インデックスをちゃんと、うん、あの途中までは見てたけど、どっからか見てない気がしたから、こっちからめっちゃ見てた俺。多分全部見てないな。あれって話重たいの？重たいっていうのはどういう意味で？なんか俺もよく知らないからあれなんだけど、うん、暗くなる的な意味？そう。ああ、いやでもね、俺が見てるところまでだとそんな、でもなんか難しい。あ、むずそうだ、ね、なんかね、難しいよね、ごちゃごちゃしてる場合。一方通行とかね。ああアクセラレーター。そう、アクセラレーター。兄貴がなんかさ、とある好きでさ、うん、なんかめっちゃ真似してた覚えがあるんだよな。やっぱね、能力系は能力系はね、やっぱやっちゃう。なんかね、わかるわかる。し、難しい、やっぱ、うん、どうしても難しくなっちゃう。レールガンやってた。わかる。恋になるで弾けるやつね。兄貴に恋にぶつけられてたわ。その幻想をぶち壊すとか言ってるやついなかった。いたいた。いちちちちち。今考えたらね。いちちちち。でもかっこいいかったんだろうな。かっこいいよ。まあでもいくつになってもなんかそういう超能力とかさ、そういうの憧れるのはわかるわ、うん、ね、少年心を、ね、忘れてはならない。未だにカメハメハ打つ練習してるもんな。毎日人才やん、もちろん。俺毎日感謝しながら聖剣好きしてまあ俺毎日砂に指さしてるけど、熱々に熱した何それ、砂に。なんだっけそれ。なんだっけそれ。なんだったかな。なんか銀玉しか出てこない。でもなんかなんだっけそれ、マジになんかあった気するわそれ。いいわ、かんで熱々の砂に指を刺し続ける、すげえ下ネタだって気がする。あ、そうなんだ。確か買い上げられた。なんか最近はさ、アニメとかでブームとか起きたりするじゃん。あ、まあそうだね。そう、昔だったらさ、あの軽音でバンド増えたりとかさ、ね、めっちゃ今だったらボザロで増えてるわけじゃん。確かに社会現象になるわけじゃん。うんうん、アニメやっぱ日本のいい文化だと思う。そう、俺高校の頃から提唱してる説っていうか持論があるんだけどさ、はいはい、俺が高校ぐらいの頃からアニメとかが結構なんか、もともとそのオタクが見るみたいなさ、イメージだったのが、その女の子も見るし、普通になんかいわゆる陽キャ的なさ人たちも見るみたいな感じになってきてて、それでそういう人たちが私オタクなんだよねみたいな言うから、もともといたそのいわゆる暗くてなんかちょっとモテないようなオタクたちの肩身がどんどん狭くなるっていう説を俺は高校のところからずっと提唱してんだけど、マジでね、あの仲良くしてあげてほしい。仲良くしてください。仲良くしてください。以上です。説からお願いになってます。でもそうか、そうあんまなんかそのね、あれだよね、最近はそのなんていうの、あれがない、枠がない。そう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 、確かに。もう当たり前、誰が見ても別に何の違和感もないしっていう感じになってるじゃん。まあすごい嬉しいなって思う。そうそうそう。俺の親とかも鬼滅とか見てたよ。
そうそう。なんなら俺の親7つの大罪見てたからね。7体見てた。マジ？すごっ。すごって思うんだけど。でもほんとそういうのになってるもん、ね。そう。多分漫画とかアニメとか、それこそゲームとかもさ、それが出た当時の人たちが今大人になって作ってる側になったりする世代じゃん、うん、だからこっから下の人、そこから下の人たちはもうどんどん広がっていくね、多分親の影響とかももちろんあるだろうし、そうやろうね、親が好きやったら。そう、それこそ 俺の親が漫画とかゲームとかそこそこする人だから、そう、それの影響ではあるな、普通に。なんかあれじゃん、でもボカロとかもさ、うん、昔は本当ニコ動とか見てる人たちばっかりみたいになったけど、ね、今なんてさ歌ってみた主流みたいになってるから、うん、ボカロも別にそんな枠じゃないし、なんか俺は嬉しいけどね、そういう層からしたらちょっとあれなんかもしれないけど、どうなんやろうね、なんかやっぱあるんかな、そのまあありそうだけどね、そう、なんて言うんだろう、上辺だけのやつがよみたいな、あ、なんか昔から子さん的なね、あーなるほどね、まあ言いたい気持ちはわかるけど、うん、あ、ね、わかる、俺も気持ちはわかるけど、まあでも大体の人がやっぱ多くの人に知ってもらって嬉しいっていうのが、まあまあ大体の人だ、多いと思うけどね、多いな、うん、そっから派生してくれればさなお嬉しいわ、うん、うん、いいのあるよ、いっぱい。自分の好きな歌とかね、それこそカラオケとかでなんか歌うときに、あ、これ知ってるみたいになったら、ちょっと嬉しいし。もう大体 TikTok かな、今は。TikTok で流行るの嫌いな人いるよね。そうそうそう。TikTok で聞いたことあるって言われると、ぶち切れる。でも最近あんま聞かんねえ、それ。確かに。まあでも TikTok の曲って言う人自体、そもそもなんか、そうだね、最近。ね、意外とそこからやっぱいい曲出会えたりするし、それで言うとなんかさ、音楽とかだとさ、なんか YouTube の広告とかでさ、たまにこう曲とかで流れるやつとかあったりする、ああ、あるよ、はいはいはい、これあれでめっちゃ音楽探すの好きやったわ、一時期。ああ、なんか一時期めっちゃ流れてたね。YouTube の広告もな、なんかいろいろあるから、ちょっと懐かしいやつとか、うわ夏ってなるんだよ。最近は本当にもうあればっかりした、最近マッチングアプリ、私はパスワードを間違わない、あ、違う、そっちでそっちか。いや、あれも思うけどさ、うん、結構さ先端恐怖症とかの人にきつそう、ね、って思う、ね、そういう話あるらしいもん、ね、なんかめっちゃ嫌みたいな、ね、あの指でもダメって言うじゃん、嫌な人とかも。でもあの俺 CM ちょっと嫌いじゃないんだよ。あ、そうなんだ。なんかおもろくない？おもろい。私はパスワードを間違わない。違う、使い回さない。これも違う。どれが正解？Google Chrome が。Everyone winning win。広告も飛ばせないやつばっかりだし、最近確かに、ね、多いよね。俺 YouTube プライムだから最近の広告わかんない。ちなみにプライムじゃなくてプレミアムです。あ、プレミアム。あ、すいません、すいません。あ、すいません。まあ、俺、アマゾンプライムだし。俺もだし。うるせえし。うるせえし。なんだし。なんだし。恥ずかしい。なんだし、なんだし、AGC。ということで、フリートークはこんな感じかな。はい。意外とね、もう24分ぐらいね、撮ってます。はい、意外と喋る。何の話したっけ？アニメの話。まあアニメの話から流行りの話とかなんか始まって、そういう。割とさ、俺ら派生する。そうね。一つはあれが話題があると。そう、なんか多分トークテーマってもそれに対してっていうよりはそこから始まっていろいろ話すみたいな。バタフライエフェクトじゃん。うわ。いいね。いいね。オケアエフェクトじゃん。ケアエフェクト。なんだっけ、風が吹くとオケアが儲かるみたいな。あれそれ、そんなことわざみたいなない。何やこれはね、そういうのに疎いんですよ。はい。おつむが弱いもんで。ちなみにバタフライエフェクトはわかりますか？あれでしょ、小さな蝶の羽ばたきからなんか台風まで発展するみたいな。あ、そう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 。あ、それなんだ。いろんな線をたどって。
なんかいろんなところに作用して最終的には台風が起こっちゃう。へえ、蝶々じゃあ見つけたらこの散歩。怖いこと言ってる、怖いこと言ってる。やめて、逃げて。夏先起きる。ちなみにさっき言った風が吹けば桶屋が儲かるも、何かことが起きると巡り巡って思いがけない意外なところにも影響が出ることっていうことです。へえ、音もいいよ。遠さとか絶対覚えれんし、知らんし。俺中学の頃レーゼって呼ばれてたからモースじゃなくていやレーゼって呼ばれてたからすごいな。レーゼって呼ばれてるし、モーゼって呼ばれてるしそれお前らだけだけど水割れるし、水割れるし、実はプール割っとったやろ25メートル歩いて歩いてるあいつ先生できたって言って歩きが楽って言われた。あ、そしたら質問コーナーの方に参りますかね。はいはい、じゃあモーゼさんタイトルコールお願いします。モーゼさん、あれなんて言ってたっけ。なんでもいいよ、なんでもいいよ。モーゼっぽく何か言ってください。ちょっと匂うラジオ。質問コーナー。おお、割れた割れた。割れた割れた割れた。割れた。質問真っ二つされた。はい。ということで、今回ね、質問2つ来てます。ありがとうございます。同じ人なのかな？ちょっとわかんないけど、覚えといてよ。一つは、いや、一つはね、ラジオネーム書いてくれてるわ。あ、そういうこと。そう、なるほど。なんか文体的なのが同じような、同じじゃないよ。まあわかんないけど、まあ書いてない、ラジオネーム書いてないのが一つと、ラジオネーム書いてるのが一つですね。はい、七種のゴンベイがいると。匿名さん、はい。ということで、まず一つ目がこちらです。はいはい、はい、日本の皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。日本の皆さんはお三方とも、社会人でお仕事を頑張っているとお聞きしたのですが、それぞれのお仕事のいいところや愚痴っぽいトークが聞きたいです。もちろん話せる範囲で大丈夫ですと。かわいい。日本の皆さんこんにちは。なんか文体がかわいいよね。ね。愚痴しかないけどね。まあ愚痴しかないっすよね。社会人として働いてたら。社会人、そうね。何度上司をクッキーにしようとしたかちょっとその怒ったらすぐクッキーにしようやめた方がいい、ね、人間社会でやっていく上で何度スープに漬け込んでやろうと出したらとしてる今肥やしにしてやろうと思ったけど土地利用してくねじゃあ仕事のいい点と悪い点っていうか、まあ愚痴的な話、うんうん、それぞれじゃあどうしようかな。誰から行こう。俺から行くか。じゃあうわ、オッケー、ずるじゃあ木くんからでもいいよ。まだ俺を思いついちゃないんだけどね。いいところ思いつかんな。いいところ、いいところある。うん、お聞きたい。じゃあいいですか、私から。どうぞどうぞ。まあ俺の行ってる会社っていうか、まあ勤めてるところは、うんうん、なんかその、まあ、部とか課とかがちゃんとあるタイプの、あ、まあ、へー、会社なんですけど、そこそこ大きいっていうか、ちゃんとしてるとこだね。じゃあ、うん、だからなんかその、まあ、部とか課とかで何かをするみたいな、うんうん、多いんだけど、まあ、やっぱね、課長がね、ちょっとすごく素晴らしい方だと。へー、そしてですね、やっぱね、褒めてもらえると、うんうん、ですよ、人間って。ああ。ですよ、課長。うちの課長。いいの。いいね。尊敬できる人がね、上にいると、その人のために頑張ろうってなるもんね。そうだよね。だから結局、なんか、人間関係だなっていうのは、すごく思っております。今日この頃。人数自体もそんな少ない、そんな多くないから、なんていうの、うんうん、なんかそれぞれとのまあ喋る機会っていうか、俺も言って入ったから、まあ去年の11月ぐらいかなから入ったから、うんうん、まだそんな日も経ってなくて、なんかなんていうか、まだ馴染んでない部分もあるけど、結構なんかな、仕事をもらえたりとか、この
その喋りかけてくれたりとかもうんうん、おい、いい職場やんけっては思ってる。おお、なんか先輩が言うには、うん、多分来年あたりから結構ってやろ、いっぱい仕事増えると思うから頑張ってねっていうふうには言われて、そうなの、ちょっと不安がすごいなっていうところ、まあ愚痴っていうところレベルではないけど、まだねやっぱそんな愚痴っぽいところはまだ露見してないかなっていうのが本音です、うんうん、おー社会人っぽいねやっぱね人間関係よね結局、それはね大事だと思うわ本当に。どれでもさ、ね、上の人がいい人か、うん、悪い人か、有能か無能かで、マジです、マジでそう、本当にそう、無能の上司に当たったらもうおだぶつよおるよねそういう人、おるおる、でも投げてくるみたいな、そう、あと能力お前何ができんねんって思うわめっちゃ愚痴やんまあ今、まあ、俺のあれだけど、うん、まあいいところはや、俺パティシエやってるんだけど、うんうん、いいところはやっぱなんかもともとそのお客さんの笑顔が見たいからとかそういう建前はあったけど、最近それはちゃんと本当にはなってきて、うんうん、普通にお客さん美味しいとか綺麗とかそういう話を聞くとやっぱ嬉しく思うし、それをやりがいに、それぐらいしか多分やりがいねえわいいところとか。え、そうなんだお客さんのお菓子が好きっていうのないんですか。いや、お菓子が好きはまあ前提っていうか、あ、お菓子が好きだけじゃねもうやってきないっすよ、ないか、やってきないっすね。どんどん俺の一番最初の店の同期も1年で全員辞めたし。あーでもね、聞くよね、まあ、そ、それ俺の友達でもさ、パティシエの人いたけど、すげえ、その人も1年で辞めたし、なんかみんな辞めてくみたいな、そう、離職率 99% ですからね。へえー、そうなんだ、離職率 99% で残った 1% の人の中からお店を出す人が出るんだけど、お店を出しても成功するかは半々だから、やばすぎお店成功するかは99.5% 失敗するんですね。そう、裁判のやつみたいになってるよあんたようやっとんな本当よ。いや私はなんかもうなんかね、あんまりですね、最近はそんなにモチベ上げて頑張ってないですね、お仕事に対して。個人のやつはどうなったの。個人のやつは一旦終わらせた、終了させた。終わらせたんだ。あ、終わらせたっていうか在庫を切れにして全部、あ、ちょっと作っ、あのクリスマスバレンタインあって作ってる時間なさすぎて、まあ一時一時でちょっとまたまあ一人でやってみて、あ、まあ一人でやってみてちょっとまあやっぱ足らない部分とかもあるなって感じたから、まあちょっと新しくまた、うん、別なところで修行また始めようかなっていう動いてる最中かな。すごいな。ね、いやなんかそういう話はちらっと出てたもんね。けどまあ今の職場、今は別に新しくそれなりにいい上司が入ったから割といいんだけど、うん、今いる職場は、うんうん、前までのその人が来る前の、まあ今もその人はいるんだけど、うん、やべえ上司の時は。もうその人より上からされてる指示がねじ曲がって俺に伝わってきて、うん、それの通りに作ったら何これってなったりとか、いろいろありましたね。まあとりあえず、はい、そういうやつは本当に粉々にしてクッキーに混ぜ込みたいところがあるんですけどそんな感じですね。もう何でもマジでクッキーやってる時に何度これに混ぜ込んでやろうかと思ったわ。そういうのあるよね、マジで。シュレッダーに何度かけてやろうとは。そんな感じですかね、私の話は。でもすげえわ。すごいよね。自分が慣れるようなもんじゃないし。まあ、あんまり。行動力の化身だし、あんたは。あんまね、人に勧める職業ではないかな。なんか、
息子とかがなりたいって言ったら多分一回止めると思う。そのレベル、うん、止めてもう一回、ま、どうしてもやりたいんだって来たら分かったって言うと思うけど、やってみろ やってみろ。まあ俺も実際されたしね、それ。そうなんだ。普通に大学行けって言われたから押し切った。押し切ったね。僕はフランスへ行くんだそこまでは言ってないけど、フランスパンになる。フランスパンコーボ。フランスパンコーボ。ミワが出てしまいましたね。ネズさんは何かある？いいところ？そう、いいところと、なんか薬散るところと。そうだな。まあ、でも、俺も飲食やってるんだけど、うんうん、まあ、割と褒められはする。おお。うん。で、店も任せてもらえるし、うんうん、まあ、新人とか入ってきて、うん、いろんなことも出会えるから、ああ。そう、いい刺激にはなるんだけど、いかんせんね、店自体がまあ、忙しくて。うんうん。そうね、そう、自分の抱えるキャパを超えてくるのね。あ、そう、事務仕事もあるじゃん、うん、でまずその各店舗にいる社員の数がまず少なすぎるのと、うんうん、あ、だからそれを回せないわけよ。そうよね、結局社員が最終的に残ってる仕事全部やんなきゃいけないわけだから。そう、あとは完全にブラックですまあ、はい、そうなんよね、飲食はね、本当に。俺も飲食経験したけどちょっとすごかった。老期ですね、あれは。老期入ってほしいぐらいには、飲食はすごいですよね。本当、有給もないし。ないよな。ボーナスもないし。ないよな。残業代出ないし。出ないよな大口です、これは。まあ一応あれなんで、会社員っていうあれになるんでね、枠組みになる、うんうん、このラジオを聞いてる皆さんはもう本当に飲食っていうか、もうご飯食べに行くときはもう取りこぼれにから食べましょうそう、だから、そうだからね、俺その店員さんにありがとうっていうとかさ、なんかこう態度が悪い人あんまり好きじゃないんだよね、本当に。そうなんや、マジです。それ知ってるからこそね、絶対外食とかした後ごちそうさまって言って出ていくもん、うん、別にお客様神様じゃねえからなって、ね、マジペーパーだぜ、ペーパーの紙だから思う。破り捨てたろかって話だもんな。やっぱシュレッタ神様だから。やっぱシュレッタお金様だからさ、胃袋満たして満足して何も言わず出ていくようなやつはいや、 やっぱ飲食ってあれだもんね、なんかどの客層も来るからこそ、なんていうんだろう、いい人もおるし、そりゃもちろんお客様だし。そうそうそう、し逆にもう何こいつみたいなやつも来るし、うんうん、そう、人間観察っていう意味ではおもろかった。人間観察、まあ確かにそうだね。あんなやつ人間界におっていいみたいな見た目によらん人も多いけどね。あー、わかるわ。怖い見た目の人結構優しい。そう、ちゃんとごちそうさんって言ってくし、ね、うんうん、むしろね、ああいう人の方がねいい、うん、そっちの道の人かもしんないけど礼儀はしっかりしてるわ。めちゃめちゃわかるわ。あのコンビニ、飲食とは違うんだけども、コンビニでバイトしてた時、あのメガネかけたスーツの男はクソ態度悪いんだけど、作業着着た現場仕事してるようなあのおじちゃんとかはめちゃめちゃ優しいんだよね。そうなるよね。マジでね、本当にそういうとこだよなって思って見てた。やっぱ犯罪を犯すような人たちじゃないから、またなんか最近思う、そういうイライラを溜め込みやすい人が犯罪を犯してる気がする、うん、ああなるほどね。真面目すぎるっていうか、うん、発散できる溜め込むって、ね、どっかしらで出ちゃうよね。そう、それこそなんか店員さんに対する態度とかもそうだし、うんうん、あ、なんか日頃ストレス抱えてるんやろうなみたいな。まあとりあえず焦りだから、ああいうのは本当に結論としては、結論としてはっていうか、マジでね昔から思ってるのが、本当社会に出て
働いてる人たちはね、本当に偉いです。それだけで偉いです。いや、すごい。本当にすごい。してるだけで偉いんだから。マジでね、褒めます。我々が。我々がもう包み込んじゃう。もう、ハグ。どうしてる？もうオフラインよしよし会とかしとく。頑張って偉いね、よしよし。よしよし。働いてる、社会人で働いてる人限定ね。よしよし。癒しますって。しなあかんかもしれん。はい。こんな感じですね。やはり皆さんいろいろとあります。いいところも悪いところも。もうね、愚痴なんて言い出しちゃ止まらない。言い出しちゃ止まらないんだから。はい。ということで、2つ目の質問ですね。はい。ぽい。あっちがペンネームあるほか。はい。ラジオネーム、ボケはじめおばあちゃん。こんな名前ですか？ニオンの皆さん、こんにちは。僕は、普段からいろんなゲームをするのですが、ミオの皆さんが一番やり込んだゲームを教えてください。笑いすぎ。いろいろ間違ってるな。ヤオーみたいになってるけど可愛くなってはいるかもしれない。ニオンとミオが出てきました。ボケ始めてるな、おばちゃん。そうだな、ちょっとずつ間違えていくの面白いんで。今度来てください。しかもおばあちゃんなら今度来てください。僕っ子おばあちゃん来てるよ。僕っ子おばあちゃんはちょっと新種すぎて。新種。いや、いいなこの興味聞かないっすね。めっちゃいいわ。まあまあまあ、やり込んだゲームですね。いいとないでしょう。え、でも、うん、人生で一番長いかもしんないものは、うん、モンハン。あ、まあ、あの世代は問わずっていう感じか、うんうん、シリーズ通してみたいな。そうそうそう。ああ、シリーズ通してだったら俺もモンハン説あるな。ああ、モンハン俺ね、意外とあれなんだよな。なんていうの、なんかいろんなシリーズ触ってはいるけど、なんかめちゃめちゃやり込んだっていうほどやり込んだやつは少ない気がする。カードとか 4G とかぐらいな感じする。俺セカジは途中で狂ったからさ。セカジはね、うん、あれは狂う。あれも途中で友達から悪魔猫もらったあたりからだいぶ。だだだだ。俺もね、サードであのなんだっけ、お金無限に増やせる方法習った。あったね。やったやった。あれな、お店がバグっとってな。買ってるって買ってるってして無限にお金増やしたやつな。競合すると。高く売れるって手数料。懐かしい。みんなモンハンなんだ。まあでもモンハンか、うん、ドラクエかな。シリーズ問わずっていうかあれだったら、だって俺一番最初にやったのがドラクエ8で幼稚園の時だから、そこから8やまあ多分そんなにドラクエ好きの人からしたらシリーズやってないと思うんだけど、うん、4、5、6、7は家あったけどやってなかったな。で、8、9か。やってるね。くらいか。でも、なんか、兄貴とか親父は、11、11とかさ、7とか、うんうんうん、まあ、親父は1、2、3もやってるだろうし。から、そんなに、そんなに、そんなになんだけどさ。やり込みは結構した。あとね、ジョーカー2はね、めちゃめちゃやった、俺。あー、おるよね、ジョーカー系。そう、めちゃめちゃやった。親父に、ネットのサイトの配合の、なんか、表みたいなのを印刷してもらって、それ見ながらやってたわ。印刷時代。自分で調べらんなかったからさ、その時。リキ君は？俺はね、でもね、ナチュラルに行くなら、まあ、マイクラの可能性は全然ある。おぉ。いや、どうだろうな。わかんないな。俺、結構飽き性やけんさ。俺も飽き性。短めないよね、多分。うんうん。マイクラは、まあ、ワールドとかいろいろ変えてるっていう意味では、まあ、いっぱいやってはいるし、逆に言うと、その1個をずっとやってるのはモンストとかかな。モンストめちゃめちゃやってるんよね。多分8年ぐらいになる気がする。マジ、リリース時ぐらいからやってるから。イザナミにテキーラとナポレオンで行ってたぐらいかな。
やってたな。俺もでもモンストは初期からやってるな。俺飽きちゃうんだよな。でもやめてる時期があるからね。あ、まあ俺もね、あんま触ってなかった時期あるけど、でも未だにモンスト触るから、モンストはね、結構やってる。俺、高校時代だけでもモンスト3回ぐらい消してんだよな。飽きて。ああ。飽きて、消してまたやるか、つってやり始めてみて。もう消せないレベルまで行っちゃってるんよね。なんかもう思い出が詰まりすぎて。それはそう。俺、それで言ったらパズドラだな。ああ、イメージあるわ。ねえ。パズドラのイメージあるわ。パズドラの愚痴言おうか。じゃあ、お愚痴愚痴だ。最近のえ、ガンダムのコラボガチャギンゲルマー。いやね、それ思った俺も。飛び道だよ。石10個でギンゲルとかやばいし。それは確かにビビった。おかしいと思ったもんね。頭が悪い。うるさいぞ。本当だから。お前が言うか。いやでもやっぱ多分マイクラだったんだよな。だからやってたのマイクラ。いや俺マイクラマジで小学校ぐらいからやってた。いや俺多分ね全部の機種っていうか、なんていうの、プレイしてたの。多分初めてやったのがなんか友達ん家でパソコンで、こんなゲームあるんだみたいな感じで。で、多分それの次が、ビータとかで一番やってたかもしれない。ああ、あったね、あったあった。やったで、あの、まあ、スマホのやつもしよったし、うんうん、でプレステ3は買ってなかったな。なんか友達ん家にあったからプレステ3は友達ん家でやったみたいな、うんうん、あと Xbox も友達ん家で。いやー、 Xbox な。で PS4 になってから自分で、まあ、PS4 は多分高校入りたてぐらいの頃かな、うん、に買ったから、それの時にマイクラ買ってやったし、Wii U とかでもやってた。めっちゃ持ってんじゃん。で今そんな買わなくていいのにね。頭悪いよねマジ。な、無駄に金かけてん。あ、でもね、なんか多分ね、あれだった気がする。なんか理由があった気がする。そのスマホとかは、まあで、なんかな、なんか移行したらなんか買ってないことになって。多分アカウントが変わったかなんかで、うーん、ないことになったかなんかで、まあしかもそれこそ昔の、今でこそ統合版って言ってさ、なんかほとんどアップデートの内容とかも同じやけど、うんうん、なんか昔とかネザーとかもなかったし。そうだね、あったな、そういう話。うネザーっぽい建物ができるだけでネザー行けなかったから、スマホだと。そう、スマホだとなんかエリア限定されててね、赤い壁がこう仕切られて。そうなんだ。で多分、ね、要塞とかも高くし、 Wii U で多分買ったんやと思うけど、うんうん、Wii U で買ったらなんかその2年後ぐらいに Wii U のアップデートされなくなりますみたいな感じの。そうなんだ。Wii U 一時したらすぐアップデートされなくなったから、だから多分それで PS4 に変えて、でまあ今は Java 版とかもあるからパソコンでやってみたいな感じの流れかな。ビータとパソコンが一番やってる気はする。俺昔のマイクラのデータとか見たいな。ビータはなんかね、城とか作ってた人。すごマジで頭悪い。なんかね、ビータの頃は多分中学生とかやってくるのが、それこそなんていうの、夜中とかにさ、布団の中に潜りながら一人で。あー、手軽だからね、やれるんだよね。なんか俺今思い出したけど、ビータを直撮りして実況上げようと試みてた時あったわ。直撮り俺やってたわ。実際上げたりはしなかったけど撮った覚えがあるわ。俺上げてた。あるよね、そういうの。直撮りで風邪ひいて学校休んだ日に撮ったやつ。休めよ。夏直撮りとかね。え、ビータで思い出したけどさ、うん、ソウルサクリファイスとかやんなかった？懐かしい。 いやでもやってはなかったな俺。なかったな、やってなかったな。ビータは何通ったかな。え、でも PSO2 めっちゃやってた、ビータで。ああ、みんなやってたわ。マイクラと PSO2 ずっとやってたみたいな感じかな、基本。うん、多分その2つな気がする。俺もやってた PSO ね。え、いや友達がめっちゃ強い武器くれて。あ、そうなんだ。そう、行こう行こうっつって
友達とやるの楽しみだな。やってた感じ。難しいな。やっぱマイクラかな結局。探すのワンチャンデータある説な。マイクラ自分でやり始めたのが高校ぐらいだから。ああ。遅めだったんよね。俺中学ぐらいだの。やっぱ Xbox でやったわ友達んちの。Xbox やっぱね持ってる人なんか、うん、持ってる人はマイクラ持ってるみたいな。あ、そうなんだ。そう、 COD かマイクラ持ってる。あ、俺高校の時はもっぱら COD BO2 だったな。いやでも、ね、あ、やったやったやった。そうよね、あるよね。 BO2 か、そうか、 BO2 だったね。 BO1 だったな。あ、 BO1 もやってた。やってた。あの雪山が好きだった。ああ俺なんかさ、あの工事現場みたいなとこですよ。どこだろう。なんか木でできてる建物みたいな。あ、なんか2階に登ったりできる。ああ。はしごみたいなやつがあって。どれだろう。どこだろう。調べてみよう。BO1 でしょ。BO1 のゾンビ一番おもろい気がする。あれね、マジでおもろい。なあ、むずいし。ね、今度やらないとじゃん。やりてー。え、ビリオいいなぁ。雪山のやつ夏で、多分 COD でブラックオプスが一番おもろいと思うんやけど。なあ、それはそうなあ。一番青春まであるかも。あ、この雪のなんか工場じゃないけど、なんてやろ、研究所みたいなところ。うん、違う、コンテナみたいな。コンテナっていうか、なんていうっけ、あれ、なんだっけ、ロープウェイみたいな。あれ、あ、キリ君が言ってるとこ分かったわ。どれどれ。超画質悪いけど、これかな。ヒーリングレンジってやつかな。名前は分からんけど、ここじゃね。今ちょっと違って送るわ。あ、それかも。あったね、これ。うん、ここだよね、多分。これこれ。あ、そうそうそう、ここここ。これね、2階でイモるのめっちゃ好き。あった、ショットガンイモもいたし、砂イモもいたし。なんか右の高台みたいなやつで。そう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 。あれ、グレ飛んできたら終わりないの。地雷とか置いてあった。グレ今置いたわ。懐かしい。いや、でもワンはやっぱ抜けたんでしょ。ああ。ニュクタンはもう、ね、全部。ニュクタンはね、BO2 の時でも。ねえ。ハイジャックとかね。BO2 ハイジャックあった、ね、ハイジャックあった。あったね。まあ、狭いマップがすごい好きだったわ。わかる。の2つ。COD の悪いのは、うん、脇が変わるタイミングが悪い。本当に。あ、そうね。マジで。まあ、仲間がほぼ死んでさ、脇変わってさ、裏取りされて死ぬ。いやー、マジで。いや、夏、マジやりたいな。やりたいね。今度やります。あんまやってなかった。今度やりたい。今度やります。こう動きたい。アドバンスオフィアにめっちゃやってて。アドバンスオフィアな。めっちゃ不評やったけど。もともと PS4 を俺持ってなくて、なんか、うんうん、姉ちゃんが、あの、出産のタイミングで実家に戻ってきたときに、なんか姉ちゃんの旦那さんが PS4 持ってて、うん、できてる中に、そのソフトの中にアドバンスオフィアあって、めっちゃやってた。だからなんか、俺 COD の中で結構アドバンスドオフェアはなんかね、いいイメージある。個人的にはめっちゃ不評やけどね、世間。俺はおもろかったけどな、全然やってたもんね。うわ、アバカンナチアバカンアバカン、アバカンあったじゃん、銃覚えてるかな、ね、アバカンって呼んでたの俺だけかな。エールだね、エール。わかんねえわ。 AN94 っていうアバカンっていう、アバカンっていうのそれ。COD。ただの懐かしい話。もう結構時間経っちゃったな。思い出話。思い出話に花が咲いたところで。あ、やり込んだゲームはそんな感じですね。まあ、いろいろそれぞれ思い出が詰まっているゲームがたくさんございますね。なんかね、思い出あるゲームをみんなでまた触ってみるっていうのも絶対面白いと思うから。ありだね。そのうちやってみようかなと思いますね。マップのやつのサイト開いてると懐かしいって言いたくなっちゃう気持ちが。マジ見たらもうね、泣いちゃう。もう電車のやつ。泣いちゃう。電車のやつやばい。あれか。あそこ好きだ。あったな。好きだあれ。いやー、夏。
友達引かれてったらめっちゃおもろかったもんな、マジで。来てる来てるっつって、おーって帰ってた。ロケランだけぶっ放して帰ってった。懐かしいなぁ。懐かしい。ラジコン使ったなぁ。あー、夏ラジコン。やばっ。懐かしいわ、ラジコンで4キルしてめっちゃ。盛り上がった、盛り上がるよな。あれもあった、航空基地みたいなやつあったね。航空基地じゃないわ、これ母艦か。ちょ、なんかいろいろごっちゃになってる。3も COD 音がいいんだよね。確かに、うん、打った時にさ、パパパパスパスパスって音するじゃん。うわー、夏やばやば、あったな、こんなめっちゃ一番記憶から消えてない。めっちゃとつすなしてた。うわ、夏やば、やばい。好きだったけどな、ここ。いや、全然好きだった。めっちゃ遊んでた俺。なんかさ、あのかくれんぼ、その時俺が好きだった実況者の人がしてて、うん、真似してやってたな。あるよね、そういうの。俺多分なんか BO2 の時バスナイフみたいなやつばっか使ってきた。ああ、あったね、そういうのも。トマホークばっか使ってた、俺。そういうやつばっかり。初手、空中トマホーク投げて、ワンキル取ろうって頑張ってた。懐かしいな。絶対やります。やります。EOD は絶対やります。EOD はやるな。これ、交互期待ということで。ね。この春。この春来た。いや、この春っていうのは自己紹介かもしれない。違う違う違う。この春公開の、この春ですね。ああ、そっか。この春が必ずや実現させてみせましょう。ちょっと似合う、ラディオ。はい。はい、ということでね。さあ、今回でもう15回目になるラジオなんですけれども、またね、次回とかは、まあ同じように動画として出すか、生放送と放送として出すか。あかんだ、あかんだ。厳しい厳しい。アウト。またね、ゲスト呼んでもいいけどね。次は誰かな。次はこの動画を見ているあなたかもしれませんよ。来た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 。四人もや。皆さんは。この顔を知っていますか？お、それ、ディスのやつだ。いいえ。雑魔。また来週。はい。ということで、次回のちょっとニューラジオでお会いしましょう。バイバイ。次回予告。おい、嘘だろ。もう帰ろうぜ。あ、無理や。幽霊なんているわけがないでしょ。バカバカしい。バカバカしい。これが皿のナイフ。間違えた。皿の破片。皿のナイフ入れてる。ででであれ、みんな帰っちゃったの。そんな感じだったっけ。Oh, we're the final. ガタ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 。たけしも笑ってる。震えてんだ。来場者プレゼントでファッティついてくる。いらんいらんいらん。映画の予告でいい。前売り券のやつ。さあ、来週のサザエさんは劇場はサザエさん。ですね、もう終わ落ちました。